ということでね、イベント最終日です。本日もよろしくお願いします。ちょっとね、お目目が乾燥してるので、これ入れていいやつかな、よくなさそう。カラコンしてんだけどさ、ちょっとさ、目が乾燥してんだよね。目薬がないんだよね。まあ、いっか。ぜひ皆さんイベントご協力お願いします。運転を停止します。お掃除運転を始めます。あら、ギフトありがとうございます。約20分後に終了します。とでね、もうちょっとしたらまた歌い始める。すごい、なんかギフトありがとうございます。すごい、鼻筋ないね光の加減かな、なんか、はい、ということでね、本日もイベント最後までお願いします。ギフトありがとうございます。こんばんは。今日はね、髪の毛がボサッコなので帽子です。はい、まあ珍しくていいんじゃないですか。はい、珍しいですね。イベントご協力お願いします。なんかもうね、メイクしたのが結構前だからさ、午前中にメイクしたからさ、もうボロボロなんだけど、メイクが。鼻筋がないのが気になる。して最近ご飯を適当に食べてるからか、適当にっていうか別にいつも適当なんですけど、なんだろう、ラーメン食べたり、はい、何も考えずに食べてるからか、肌荒れを、はい、肌荒れが、そう、マミーがね作ってくれるご飯はちゃんと栄養考えてくれてるんですけど、私がねラーメンを食べたりするから、はい。ギフトありがとうございます。今ね、携帯を充電中でして、はい、携帯もうちょっと充電、30分くらいになったらね、歌って、ラーメンって、ね、食べたくなるよね。美味しいよね。ギフトありがとうございます。皆様ぜひご協力お願いします。ですが、はい、いつもと違います。というか、あ、そっか、一昨日くらいから変えたよって言おうと思ったけど、ラジオ配信してたもんね、ごめん。ちょっと今さらシャドウを足し始めるという、あ、別にこの後何の予定もないですよすごい映りとして、なんかすっごい鼻筋ないの気になるから、鼻筋を描こうと思いましてっていう、それだけです。あ、濃くしすぎちゃった。あ、平野光鼻高いんだなとでも思っといてください。
ちょっと治ったかも。ね、なんで私こんなに鼻低いんだろうね。ピアスがいつもと違います。 3COINS のやつとかちょっとね、ゴールド、今回はゴールドです。でもね、インダストリアルとかはねシルバーです。インダストリアルのゴールドがあんまり見つかんないんで、そう、久しぶりにゴールド、最近ねシルバーのピアスが多かった。皆様ぜひイベントご協力お願いします。すごい、目薬が欲しいね。カラコン乾燥してる、うん、てかね、顔むくんでんだよね、すごいびっくりするぐらい顔むくんでんだよね。お、19位ありがとうございます。なるべくね、いい順位で終わりたいので、皆さんぜひご協力お願いします。顔死んでんな。そう、今日ね、ちょっとね、お店でね、お買い物っていうか、まあ、ちょっとお店をいろんなとこ見てきたんですけど、そう、可愛いメガネがあって、でも、メガネ屋さんのメガネなんですよ。そう、フレーム細めの、まあちょっとブラウンのね、そう、可愛いメガネがあったんですけど、メガネ屋さんのメガネってさ、なんかどなしで買えないじゃん、多分知らんけど、はい、だから諦めたって。で、他のお店もね見てたんだけど、やっぱりそこのが一番可愛くって、そう、うわーと思いながら。ヒカルはネイル内周関係に変えてるの？私ネイル変えません。あの、やるときはやるけど、やらないときは全くやりません。そう、私さ、一回さ、メガネ屋さんでさ、マミーのメガネをね作ってもらうときにメガネ屋さんに行ったんですよ。そうそうそう、メガネ屋さん行って、そのときに、あ、娘さんも一緒に視力測りますって言われて、まあ測れないだろうなっていうことは分かったんだけど、私ごっつ目悪いから、そう、あ、じゃあお願いしますっていう、そう、軽いノリでね測ってもらったんですよ。そしたらね、まあ見事、まあ分かってたんですけど、すいません、こちらでは測定できないので病院行ってくださいって言われて、そう、あ、まあそうですよね、はあ、そうですよね、すいません、ありがとうございます、はい、左目悪いんですよ。聞いてみたら売ってくれるんじゃない、調べよう、メガネ、メガネ屋さん、お、ゾフは作れる。あそこどこだったんだろう、あそこなんていうお店、ちょっと待ってね。そう、まあ分かってたんです、本当に分かってたんです。うん、分かってた、作れないことは分かってたよ。 それでもね、なんかさ、ちょっと希望を持っちゃったんだよ、ヒカは。もしかしたらみたいなさ。どこだ、あそこ、なんていうところか分かんねえ、ゾフじゃない気する、ゾフだっけあれ、うわ、でもゾフな気もする。そう、測定できなかったら病院行ってくださいって言われるよ。だから病院でちゃんと測ってもらって、で、あの、私メガネ作ったことあるんで、あの、なんていうの、紙渡されるんですよ。私のメガネ特別だったんで、結構その左目の弱視用の、左目だけ悪いんで、そう、弱視用のだったんで、まあ普通処方箋出してもらって、
そうだから多分普通にメガネのとこ測れて調整できる人はそっちでいいんだけど、まあ本当に、まあ、私みたいな弱視で、まあ、全然見えないとかなるとまたねちょっと別なのかなって、ゾフかな、ゾフなのかな。でもなんか広告出てたからさ、それが分かればできるかも。そう、私だからね、すごい昔すごいメガネ使ってたよ。なんかそう、なんかおーっていう、あれ出てこないな。本当に。なんかもうね、あ、これだ、絶対これだよ。ジーンズって読むのだと思う。そう、なんかそうだから私の左目って本当に見えないから、なんか本当のあのレンズで作るとめちゃめちゃ分厚くなっちゃうんです。そうだから、それをあの極限まで薄くしてもらって、その度数は変えない、も極限までそう薄くしてもらってっていうやつを作ってもらって、そうめっちゃ高かった。だからだってメガネ買えるの？あー、買ってくればよかったな。もう一回行くのめんどくさいし、気が向いたらにしよう。でも可愛かったんです。そう、レンズ薄くするとめっちゃ高くなる。私のメガネだからね、本当にね、その当時めちゃめちゃ高くて、まあ、今の値段でも全然高いんだけど、本当に今思っても高いなって思うんだけど、それをねなんかね、あの真っ二つにしたりなんだりいろいろしてましたね、私はね。縦目で欲しいな、かな。オンラインでも、オンラインだったら買わないな多分。なんかね、どれか分かんないの。そう、全然どれか分かんなくて、うん、行った時にまだあって、あ、欲しいなって思ったら買うわ。多分また行く機会はあるだろうから、うん。フレームがどれかとか全然わかんない。なんとなく置いてあったのをそう見て、あ、これかわいい。そう、今までかけてたメガネもどう合わせてたの？マスカラじゃない。コンタクトしてちょっとだけ弱いメガネをかけるか、そうか、もうコンタクトなしですっごい度数の高い分厚いメガネをかけるか、どっちかでしたよ私は。でも結局だから、あの私は今してないじゃない、全然コンタクトは全くしてないんですよ。それはなぜかっていうと、弱視っていうのは、まあ何回かねこれ説明してたんだけど前も、そう、弱視っていうのは小さい頃に治さないと基本的に治んないんですよ。そう、もう保育園とか小学校低学年治さないともう視力上がる見込みはほとんどなくって、そうで、それをまあ一応私小学生の間やったんだけど、まあ見事に全然上がんなくって、で眼鏡かけたからといって視力が見えやすくなるわけでもないので、弱視、私の弱視はかもしれないけどちょっとわかんない、他の人の弱視がちょっとわかんないので、そうなので、はい、私は今はもうコンタクトも眼鏡もしません。伊達目くらいするなら、度数は入ってないやつしかしないです。そんな感じです。全然ね、重い話でもなんでもないからね。普通に私はこれで生まれつき生きてきたから、
まあ、見づらいなっていうのはあるけど、多少はね、多少なりとも乱視とかも入ってるんで、そうあるけど、でもだからといって特に、うん、まあこんなもんかくらい。まあ、ちょっと知りたいけどね、なんかすごい、どうやって正常な、なんかさ、視界を見てみたいけど、私左目だけだからさ、わかんないんですよ。こうやってやったら全然見えないし、皆さんのコメントもごめんだけどアイコンすらも見えないんですよ。左目だとアイコンすらもぼやけて色しかわかんないんですよ。そう、もうこの距離で近づいてもね、字は読めないです。そう、字は全く読めないです。ここまで近づいても左目だけ。そう、右目はね、だからその分右目がすごく良かったので、そう、あんまり不便を感じたことがなくて、気づくのも遅かったしって感じ。まあ、今も乱視が入ってる分多少やっぱり見づらいなとかはあるけど、そう、別に、あ、まあ、たまに、あ、見づらいな、遠いものとか見えないなとかはあるけど、なんか弱視で左目がすっごい悪いから、なんか影響が、生活に支障が出るっていうのは全然ない。うん、強いて言うならさ、みんなさ、ライブとか行くじゃん。そう、私はだから多分最善とかでも、あの、乱視が入ってる分ちょっと綺麗には見えないよねって、視界が。そう、もちろん携帯とかはさ、乱視入ってても全然見えるんだよ、こうやって全然綺麗に見えてるんだけど、やっぱり少し距離があると乱視入るとブレちゃうので、まあ少し見づらいよねっていうくらい。うん、両方できるよ。ね、でも本当に日常生活で基本的に支障をきたしたことはないです、私は。それがね、両目だったら多分私本当、あの、日常生活に支障をきたしまくりなんですけど、右目がいい分本当に全然何もなく、うん、かな。そう、左目だけで生活しろって言われたら私は生活できないです。うん、あの、字読めないし、携帯もなんとなくでしか触れないし、あの、誤字脱字あっても見えないしそうです。右目に感謝だ。もう一回、もう一回ね、あの、視力測りに行きたいんだけど、私右目も悪くなってるんちゃうかと思って。うん、こんばんは。だからね、ちょっと待って、今の順位見ようかな。じゃあ佐賀さん、大変でしたよ私は。だからごめんだけど、本当にあの、色とかは分かってた、すごいペンライトの色とかは分かってたけど、めっちゃ遠いうちわを、じゃあ本当にちゃんと全部見えてたかって言われたらそうではなくて、そう、もちろんさ、近くまで行ってとか、あの、メンバーが教えてくれてとかではあったけど、全部が全部は見えなかった。やっぱりすごい申し訳なかったけどね。もちろん全部が見えてないわけではないから、もちろん見えてたのもあるんですよ。そう、あるけど、やっぱりそこは大変だったね。そこかな、だから不便だったのは、私の生活で不便だったこと、それじゃない。うん、でもだからさ、あの、客席とかね、あの、行くタイミングがあるときはすごいありがたかった。すごい遠くでもやっぱり近づいて見れるじゃないですか。だからそういう時はめちゃめちゃ、なんか、みんなの顔も見れるし、みんなのうちわとか文字とかも見えるし、そう、私はだから結構その3階席2階席って行くのが好きでしたね。そう、私が全然見えない分、そういうのでやっぱりちょっとでも近くに行って見えるのが、そう、すごい嬉しかった。それはごめんね、ちゃんと見つけられなかった人。でも私なりに頑張って探してましたで、私の推しカラーが、あの、黄色と赤だったじゃない。だから、そう、それも探したりしてました。皆さん、ぜひイベントご協力お願いします。
よし、歌のお時間だ。そう、そうなの。でも赤と黄色って意外とそう同じ人がいて、それでなんか、あ、違う人かもっていう時はあったよ。うん、これ歌えるかな。そう、聞き上手だから見やすかったです。結構本当に君を泣かすから、だから一緒にはいれないな。君を泣かすから早く忘れてほしいんだ。人間だからね、たまには違うものも食べたいね。君を泣かすから、そう君を泣かすから、味気ない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 んだよね。愛愛会いたくないんだよね。君が会いたくないんだよね。なんて勝手だね。だいたい曖昧なんだよね。愛の存在証明なんて君が教えてくれないか。何十回の夜を過ごしたって得られような愛してるを並べてみて。何十回の夜を過ごしたって得られぬような最高の早朝だい。これね、息継ぎ大変なんです。最高のフルコースで吸ってんの。アーティストさんすごいよね。君を泣かすから、きっと一生は無理だよね。君を泣かすから胸がとても痛くなんだ。人間だからね、たまには分かり合えなくなって。君を泣かすから、また君を泣かすから、でも自信がないないないんだよね。変わりたくないないないんだよね。君以外会いたくないんだよね。なんて勝手だね。だいたい曖昧だったよね。愛の存在証明なんて君がそこにいるのにね。何百回の夜を過ごしたって得られぬような愛してるを並べてみて。何百回の夜を過ごしたって得られぬような最高の古く続かないわ、ダメだ。スパイスは君の胸に残ってしまうだろうけど、何世界の夜を過ごしたって得られぬような愛してるを並べる。何世界の夜を過ごしたって得られぬような最高のフルコースを、何万回の夜を過ごしたって忘れぬような愛してるを並べるから。何万回の夜を過ごしたって忘れぬような最高のフルコースをちょうだい。
最後まで皆さんイベントご協力お願いします。つけばいつだってすぐそばに他の誰でも泣くあなたがいてくれた。強くなりたい願い続けてはまたつまずいて傷つくけど信じられるあなたがいるから。ありがとう、ただ伝えたい愛しい人へ。ね、のない私の愛しい人か。変わりゆく世界、変わらない人のぬくもり確かに感じた。また一つ年を重ねて前よりずっとあなたの思い感じる。大人になれば寂しくないと思ってたんだけど、今だからわかる、一人じゃ生きてゆけない。それでもいいよね。ありがとう、勇気をくれた愛しい人へ。心から送りたい言葉、そして今度は私が愛しい人へ。何かできるかな。変わりゆく世界、変わらない人のつながり大切にしたい。愛しい人へ。何
確かに感じた愛しい人。ガヌギフトでも大丈夫だよ。抜け殻みたいな空に何を見ていた。目覚めた理由ですらわからなかった。信じることにひどく怯えていた。だって全部捨てたんだ。こんな世界ならもうしまえと憎んでいたんだ。張り裂けそうだよ。信じてもほら君の声が僕を救うよ。何度も呼び覚ますよ。君が教えてくれた想い、そう何度だって君の名前を叫ぶよ。強くその手を握って、もう離さない。決してどんな未来も君とならない。自分ごまかしてた。涙ももう枯れ果てて、繰り返される悪い夢に溺れて、迷い込んだまま見失いそうだよ。僕に塞ぎ込んだ胸の奥にちっぽけだけれど、確かな希望を、確かな希望を僕にくれたから、もう迷わない。二度とどんな未来も君となら逃げない。君にもっともっと愛を。ほら君の声が僕を救う。
うよ何度も呼び覚ますよ君が教えてくれた思い、そう何度だって君の名前を叫ぶよ強くその手を握ってもう離さない、決してどんな未来も君となら逃げない。途中忘れちゃったね。今日ね、なんか買い物行った、スーパーで流れてたからこれ歌おう。早いけどまだ。
さんに感謝の気持ちを込めて。誰よりも優しく、ほらこの声を受け止めてる。眩しい朝に苦笑いしてさ、あなたが窓を開ける。舞い込んだ未来が始まりを教えて、またいつもの街へ出かけるよ。でこぼこなまま積み上げてきた二人の淡い日々は、こぼれた光を大事に集めて輝いているんだ。あなたの夢がいつからか二人の夢に変わっていた。今日だっていつか大切な思い出。青空も泣き空も晴れ渡るように、ありがとうって伝えたくて、あなたを見つめるけど、繋がれた右手がまっすぐな思いを不器用に伝えてる。いつまでもただいつまでもあなたと笑ってたいから、信じたこの道を確かめていくように、今ゆっくりと歩いて行こう。喧嘩した日も会った日も、それぞれ色を咲かせて、真っ白な心に描かれた未来をまだ書き足していくんだ。誰かのために生きること、誰かの愛こと、そうやって今もちょっとずつ重ねて、喜びも悲しみも分かち合えるように、思い合うことに幸せをあなたと見つけていけたら、触れたことさえ輝きを抱くよ。ほらその声に寄り添ってく。
どのこれからも私は信じてるから、ありがとうって言葉を今あなたに伝えるから、つながれた右手は誰よりも優しく、ほらこの声を受け止めてる。改めてイベントありがとうございました。そして皆様お疲れ様でした。はい、長いようで短いようでまあね、ラジオ配信になっちゃったり急に始めたイベントだったりっていう、まあなんかいろいろあったんですけど、なんかね、こうやってじゃあ皆さんとね最後まで乗り切れてよかったです。間に合わなくてすみません。いいんだよ、お仕事お疲れ様。本当になんかね、まあこの1週間本当にいろいろございまして、まあまだ立ち直ってはないんですけれどもはい、でもなんかでね、みんなに話聞いてもらって歌ってちょっとずつね気持ちを晴らしたかなと晴らしてはないけど、まだ完全に晴れてはないけど、はい、なんかねごめん喉が鳴っちゃった。あ、結婚してありがとうじゃあね、私がね10年後ね結婚してなかったら誰かにもらってもらおうかなね、誰かもらって私を10年後ね結婚してなかったら、ねほんとにいろいろあったんですけど、こうやって、ね、乗り切れてよかったです。ほんとになんか皆さん、それはねほんとに皆さんがね話というか大丈夫だよってコメントくれたりっていう、ほんとにそのおかげなのでありがとうございます。何はともあれ、まあ、今回はねなんかのんびりだったりして、順位的にはねなんかすごい、私的にはすごいなんだろう、いつもよりまあもちろんねいい順位は取りたいなって思いはもちろんいつもあるんですけど、でもなんか私はなんか今回は順位っていうより無事乗り切れたことが良かったかなって感じで、本当にいやマジで配信できないかと思ったの、あいろいろあって、うん、いずれ話す時が来るかもしれない、そうなもうあもう無理かもしれない私は思って、そうそうそうだったんですけど、いや今回は本当に乗り切れたことがよかった、皆さんのおかげです、ありがとうございました。本当に今グミ噛んでるからちょっと待ってこれだったシゲキックス、そんな感じで、
本当にありがとうございました。髪色金だよ。色落ちして金になりました。本当にどうしようかね。でもまだまだ悩みは尽きないです。てか悩みの種が1個増えました。この前の出来事により悩みの種が1個増えまして、ほんとどうしようかねって感じなんですけど、本当はねもっとね焦んなきゃいけないんですよ。みんなはねきっとね焦らなくて大丈夫、焦っちゃダメだよって言うかもしれないけど、結構私的には本当に深刻問題でマジでやべえっていう感じなんですけど。本当に今ねこんな明るいでしょ、ちょっとやばくて、こんな明るくいられないくらいにやばくて早くねなんとかしなきゃいけないんです。なんとかしようね。だからちょっと頑張ります。まあきっといずれいずれ話すよ多分。これは気づく人もいると思う、これからの中で。うん大丈夫、本当これはいずれ話すわ。いや夢の方じゃない、まあもちろん夢にもこれに関して直結するんですけど、まず目先のちょっとやばいなっていう。本当にどうしようかって感じ。うんまあね、こんな焦ったってしゃあないんですけど、でもこれは結構本当に深刻問題で、これからそうじゃ夢の方に関してもまあきっと話す時が来ると思います。多分話します、これは。これはいずれ私の中で気持ちが落ち着いた時に、気持ちとその悩みが落ち着いた時に話しますよ、これは。それがちょっと1週間後になるか1ヶ月2ヶ月先になるかちょっと分かんないけど、まあそんな感じです。これは本当に話す。そうだから本当に早ければ1週間後に話せるくらい、そう、でもね本当はね焦んなきゃいけないんですよ、焦んなきゃいけない。頑張る。早ければね、いやでも多分私の中で1週間後ではないなと思ってる。そう来月かな、来月再来月だな、忘れるの多分。私のこのなんかちょっとのんびりした感じを見ると来月再来月かな、忘れるのね。ということでね、歌に戻りたいと思います。あと何曲か歌って配信終わりますね。嬉しすぎて、なんでなんで、本当に別にマジで何も全然そんなことっていうレベルかもしれない、他の人からしたら。でも私の中で結構本当にでかくて、なんかマミーもあんまいいんちゃうって言ってたの。いいよいいよ、そんなもんよ、仕方ないし、迎えてくれた人、おかえり。
いね、西野カナさん。グミ食べてないよ、今はもう今はもう食べてないよ、さすがに。歌いながらグミ食べることはできません。トコジラミはい、気をつけます。出た、トコジラミ。これ歌えるかわかんないけど、判定が早すぎる。君に会いたいんだ、なんてことない。
ない表情してさ明日でも見よう待ちくたびれたわって笑うかな鼓動に根が来る前に眠る君を見た。もう涙も流せやしないのに。Love step 君に見せたかった。ほらこうやって花の束になり腐っても。めくる頃だねわかんなかった最後わかんなかったで歌って終わろうかな配信を何にしようかな専用のコミュニケーションボタンって使ったことないですないですよめちゃんがね、かわいいのめちゃんね、ひかのこと大好きなんだけどさひかが2階から降りてくると階段の下まで迎えに来てくれてねひかが、もしドア閉まってたらドアの前で待っててくれてひかが2階行こうとするとひかの後ろついてきてひかがどっか行こうとするたび後ろちょこ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 ついてきて見守ってんの、ひかの動向いちいちかわいくない？最高なんだけど、愛してるすごい親バカが出ちゃった。もう可愛すぎてたまらんの。マジで全部ついてくる。くつろいでる時とか以外は大体ついてくる。もう可愛くて可愛くて。お迎えもしてくれるよ。本当に。マジで可愛い。もうね。可愛いしか言えないんだけど語彙力なすぎて可愛いんです。本当に でね、ひかしか2階いるの？
そう、梅ちゃんなんかさ最近ちょっと階段を登ることを覚えちゃったから、まあ基本的にね階段登らせないようにしてんだけど、たまにね人の目を盗んで登ってくるんですね。そう、それはねでもね私がいるからなの、私がいるから登ってくんのあの子だと信じてるよ私は。そう、可愛くない？もう最高なんだけど、まああんまり登ってほしくないんだけど梅ちゃん。そう、体ちっちゃいからあんまりね体の負担になっちゃ嫌だから登ってほしくはないんだけど本当は。でもさ、なんかそうやってさ、あ、私がいるから頑張って登ってきてくれたんだって思ったらさ、マジで愛しくない？基本的に、まあ、あんまり人がいないと登ってこないんですよ、まあ、たまに一人で登って誰もいなくて2階で泣いてることあるんですけど、降ろしてくれって降りれないから自分で。そう、でも基本的にそう私がいる時に結構上がってくることが多くて、うちの犬段ボールで別荘作ったの一瞬で壊されました。私この前さ、なんかさドーム型のねあの家を買ったんですよ。家っていうかなんかクッションあれじゃないですか、あれさもう上乗ってさ潰して使うんだよね、あの子たち入ってくれないの。せっかくさ桃と梅用にさ2つ買ったのにさ1つ使ってくれないし、もう1つはなんかさクッションみたいに全部潰して天井潰してなんか本当に、うん、いや使い方違うんだよと思っていやそれならもうちょっと普通の買ってきたんだよなと思ってなんか可愛いんだけどちょっと悲しくもなるそう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 、寒い、そうそうなの、本当に寒いだろうからと思って、なんかちょっとでもあったかくなるように、そんでなんかやっぱりあのももも梅もちょっと狭いちっちゃいやつが好きだから、少しだけちっちゃめのやつを買ってきたの。でもなんか体にちょっとフィットする感じの買ってきたら、ももはね何回か入ってくれたの。でもなんだろう、上に乗って潰すことを覚えてから潰して使うようになった。悲しい。そう、門は入ってくれた、梅は入ろうとしないんだけどあんまり、まああの子も臆病だから。そう、潰すことを覚えちゃったらもう潰すしかないみたいで、潰して使うぜみたいな感じでノリノリで上に乗って。そうだからさ、なんかさ心なしかさ天井が低くなっちゃって、そのドーム型のなんかクッションなんか横長になったかなっていう、そう上から乗って潰すからさ横長になったなって最近見ながらね、本当に。よし、何歌おうかな。気に入りだったら嬉しいんですけどね、本当に。でも正しい使い方をしてほしいよ、買ってきたものとしては願うならば。本当に可愛いよ、もちろん可愛いよ。だからあの子たちがそういう風に使うならそれが正解なのかもしれないと思うくらい可愛くて、もう愛してるからいいんだけど、いいんだけど、あの梅に関しては一回だけでいいから入ってほしい、ちゃんと梅は一回も入らない。その上で上に乗っかってたから、あの子モモのを真似して。違うんだよ、もう迷わない、ほら目の前に広がった僕らの息の涙は優しく二人を照らす
描いた夢は消えない、さよならも苦しさも忘れはしない、もう恐れない、つまずきながら歩いてく強さを見つけたから、ため息ばかり重ねてた冷え切った視線の先に君を浮かべた鮮やかな線の音色が僕らの願いを吐く影を落として生まれる光、何もかも未来へと繋がっている、もう迷わない、ほら目の前に広がった僕らの生きる世界、流れる時の速さにたまに取り残されそうになるけど、涙の訳もふざけた顔もすべて包むよ、夢は消えない、さよならも苦しさも忘れはしない、もう恐れない、つまずきながら歩いてく強さも見つけたから、君がいたから生まれた光、大丈夫僕らは繋がっている、もう迷わない、ほら目の前に広がった僕らの生きる世界、終わりたいと思います。ランキングいきますね。13位白身フライさん、12位香港の JW さん、11位カブちゃん、10位佐藤ちゃん、9位サルキチさん、8位ところてんさん、7位エンドレッドさん、9位カイさん、5位ナナタさん、4位ケンケンケンさん、3位桜のお友達さん、2位スリッパさん、1位ユートさんです。ありがとうございます。ユフトいきます。シノさん、ケンケンケンさん、香港の JW さん、ゆうたさん、エイトさん、ひでまるさん、北野くん、ところてんさん、ゆうぼうさん、エンドレッドさん、です。ありがとうございます。呼ばれてない方挙手制でお願いします。カラコンが乾く。今日はね、モラクのモラクをしてます。大丈夫ですか？休みだったわけではないです。あ、カラコンしてます。ということでね、皆さん本日もありがとうございます。そしてイベントもありがとうございました。皆さんの
かげで乗り切れました。ありがとうございます。かぼちゃんありがとうございます。はい、ということでね、本当に皆さんもちょっと、ね、お疲れでしょうから、お仕事今日、あ、日曜日か、なんで日曜日でもね、お仕事あった人はね、きっとね、お疲れでしょうから、ゆっくり休んでください。明日からお仕事だよっていうね方は、今日いっぱい休んで明日に備えてください。はい、ね、皆さん本当にありがとうございました。それではゆっくり休んでください。おやすみ、またね。ありがとう、本当にイベントありがとうございました。たくさんのギフト、キラキラ星などなど、コメントもたくさんありがとうございました。じゃあ、おやすみ、ゆっくり寝てね。またね、おやすみ、夢に来てね、頑張るね。